うし、今回のコンサートは特になんか誰が目立つとかじゃなくて、みんながにスポットライトが当たる演出だったと思うし、やっぱりこの周年コンサートはなんかグループのためでもあり、なんかみんながお祭り気分で挑んでほしい場所であってほしいから、なんかこう誰が目立つとかそんな考え方じゃなくて、なんか純粋に SKU を応援してきてくれたみんなが、あ、このグループを応援しててよかったな、やっぱり大好きだなっていう風に思ってもらいたかったし、それをメンバー全員も思えれるコンサートになったらよかったなって思って、実際コンサートを終えた後にみんなが楽しかった、やっぱ最高だねっていう風になってたのがよかったなって思ったので、これからもみんなで一緒に頑張りましょう。続いて、3日間3時間半の公演を全力で踊り切る体力、やっぱり SKE の魅力、希望は体力だからまだまだ大丈夫。ほんまにすごいよねこれ、あの3時間超え全日程ね、しかもみんなもびっくりしたんじゃない、コンサート、まあ、2回公演じゃなかったっていうのもあるけど、まあ、17時から始まってもうこんな時間みたいな、もうこんな時間っていうか、え、やばみたいな、終電恐ろしいみたいな、ハラハラするコンサートって久しぶりじゃない。でもそれぐらいボリューム満点だったし、いや実際メンバーも絶対体力もしんどかったけど、みんなもファンの人たちもね、一緒にさ熱くなって声出して3時間って絶対しんどかったと思うねんけど、でもすごいボリューム満点で、そんな風にみんなでお祝いできたのはすごい嬉しいけど、だって3日目なんてさ、もう帰ってる人見えちゃったもんね。あ、絶対終電危ないんだろうなって思ってなったから、でも楽しかったね、結果楽しかったねって言えるのが嬉しい。続いて、エツの新曲の振り付け良かったです。タコスのやつね、そうなんですよ、今回新しい先生が振り付けてくださって、ちょっと可愛いがメインでタコスを食べてる振りなので、初めてツーショット撮った後輩ちゃんいる、ないかも、なんか意外と時間なかったです時間なくて一回はみんな撮ったことある子しかいなかったかな、しません、あ、かわいい、コナジャンプ手だけ振りコピしてたものです、レスありがとうございました。コナジャンプいいよね、大好き、私もあの曲、推しメンの花火は終わらないとクロス見れなかったので慰めてください。花火は終わらないのダブルセンターめっちゃ嬉しかったし、めっちゃかっこよかったよ、嬉しい。確かに初めて踊ったかも、花火は終わらないの A メロ、シーマーテターのところ、多分おそらくなんかいろんなポジションをしてきたけど、あのポジションは初めてだったので、久しぶりに歌えて嬉しかったな。一時期なんか花火ブームがあってさ、めっちゃ歌ってた時期あってんけど、久しぶりに今回歌っていいね、花火大好きあ、ホライズン好きって人いる、お、推しメンが最高に可愛かったし、ステージ上で楽しくキラキラしてる姿を見て最高の時間だった、見てくれてありがとう、こちらこそ。最終日のちかちゃんの言葉は楽しかったよ、ありがとうございます、本当に。この先何があっても松本チーム S が最強チームです、大好き、なんて嬉しいこと言ってくれるの、ありがとう。
最終日3回からでもバッチリ見つけた。欲を言えばもっと近くで見れたらよかったなって。でも3階2階も後ろの方までしっかり見えたんです。これ本当にサイリウムすごい見れたし、客席行く曲があったけどさ、おそらく多分反対だったのかな、やったけどね、もっと痛かった、痛かったけど声ちゃんと届いてました、ありがとうね。思うねん、チカ子が S のリーダーでよかったってすごい嬉しいこと言ってくれる、ありがとう。話すと長くなるけどいい？今度じゃあ直接教えてください。お疲れ様、楽しくて幸せな時間をありがとう。大好きが増した3日間でした。ありがとう、こちらこそ。これ、これから照明消える演出が最終日の感想挨拶。嬉しい。これね。こんなくだらない MC もさせてくれる SKE です。リーダー持ち込み企画、そうそうそう、リーダー持ち込み企画があって日替わりでね、その時に普段劇場でやってるような MC だよね、やってて照明さんも協力してくださって、すっごいくだらん MC やけど、なんかそのくだらんを全力でやってくれるメンバーだったり、そのくだらんに付き合ってくれるファンの人だったり、笑ってくれるみんながいるから成り立ってるので、これからもたくさんつまらなくても笑ってください。はい。推しメンと近かったり新名だったりの率が高かった気がする。これからもよろしく。グー。新衣装も似合って困っちゃいます。嬉しい、私も大好きこの新衣装、黄色のチェックのやつ。あー、去年のカラーズのライブでも思ったけど生バンドかっこいい。それな、私もね思いました。あ、ちょっと待ってね。 OK。 まあ多分おそらくみんな忘れられてると思うんですけど、あの私こう見えてピアノ弾けるので、まあできちゃうじゃん。でも生バンドの演奏を見させてもらって、ドラムかっけーと思ったり、ベースかっけーと思ったり、なんかないものねだりしちゃってて、またいつか SK でなんかバンドできる機会があったらいいなと思っております。その時私が何の楽器で登場するのかお楽しみに。続いてクロスの3人でポーズ決めるときにスタンドに当たったとはちょっとあまり理解しきれてないけど、あのマイクスタンドが難しくて、あのマイクスタンドは一番小さい綾香合わせでやっておりました。ああ嬉しい、3階席でもちかちゃんを目で追いかけることができた。楽しすぎて体バキバキです。待って、踊ってたんかな、心配よ。休んでください、しっかり。ああ楽しすぎて一瞬やった。ダンスブリッジのちかちゃんかっこよかった、見つけて遊んでくれてありがとう。嬉しい、よくわかったね。ダンスブロックってさ、多分おそらくあの歌ってない時ね、モニターとかなかったから顔わからんやろうなと思ったけど、ポカっとったんかなあれって。実際どうなんやろ、どうでしたか、ダンスブロックって誰が誰かわかんの。結構私の場合は髪型でみんなに見つけれたって言われて、あ、わかんの？嬉しい。あ、そっか、配信は確かに見えやすいけど、意外とわかるもんなんだ。すごい、さすがすぎん。ぐ。あ、現地には行かなかったけど、カメ子さんのみんなの写真とっても素敵だった。カメ子さんの皆さんもありがとうございました。ずっと手大変だったと思うので、休ませてあげてください。あと私がすごく絶対動くので、めちゃくちゃ。なんか今回はちょっと控えめにしようと思ったんですけど、やっぱり動いちゃいました。
でも結構カメラ見てこうやってこう見た時に限ってさ、そのカメラ見た人がさなんかずれてるパターンがめっちゃ多かったんけど、でもありがとうございます、素敵な写真を。嬉しい。あ、この3日間で言えなくてタコス大好きになった、かわいい、嬉しい。タコス食べたくなるよね、タコス食べたい。どこにいても瞳の中のセンターやったけど選抜復帰してほしいって強く思ったコンサートやった。なんて嬉しいこと言ってくるの。頑張ろうね一緒に。まあでも私的にこのコンサート、周年のコンサートは特に何やろ、選抜非選抜とかチームに入ってるとか研究生とか歴とか、まあ、関係ないなと思ってて、みんなで SKE だし、なんかそういうことをなくしてなんか純粋に楽しめるコンサートであってほしいなって思ったからやねんけど、でもやっぱりそれはお互い同じ気持ちでさ思うこともあるし、やっぱり選抜として踊ってる姿をみんなに見せたいっていう思いは変わらないので、同じ気持ちで変わらず応援してください。あ、松本チームスが大好きって嬉しい、そう言ってくれて本当に。楽しかったよって、毎日毎日レッスン大変そうだったね、組閣寂しいって。そう、毎日大変やったけど本当に今思い返せば楽しかったよ今だから言える。しんどかったし、あーこれ覚えきれんのかなみたいな思ったけど、なんかしんどい時にみんなそばにいたし、しんどいのもみんな一緒だし、でもこれをステージで披露した時に絶対みんなは大きな声で大きな応援で返してくれるなって分かったから、すごい頑張りました。ダーティー久々に見れて嬉しかった、口パクで歌詞を歌いながら見てました、嬉しい。私も久しぶりにダーティー歌えて嬉しかったよ。おそらくお披露目ぶりとかじゃない、あのフルで歌ったのはね、やったと思うけど、もうダーティーはチーム S 面みんなで苦戦しながら頑張ってました。頑張ったけどやっぱ照明もすっごいバチバチにかっこよくしてくれて、私もなんか自分のポジションじゃなくてセンターのポジションで歌わせてもらえたのはすごい個人的にエモかったし嬉しかったし、オリジナルメンバーとしてマジ気持ちですうん、嬉しい。コンサートも大変最高だったけど近くの言葉が心を揺さぶられたよって、嬉しい。本当にみんなって味方だね、一番の、ありがとう。3階から見てたよって嬉しい、ちゃんと見えてたよ。好きピ、こっちもピ。3日間通してチームS最高だなと改めて思った。あ、王ちゃんに MC 振られてめっちゃ拒否言ってたのにすごくいいこと言ってて感動したって、嬉しい。そう、王ちゃんがね当ててくれてめっちゃバチッと目が合って、あの3日間さ、王ちゃんがね最後こうメンバーの感想じゃあ誰誰っていう風に振っててんけど、毎回言うたびになんか言ってる方向と反対にメンバーがいる現象が起きてて、かわいい、面白いと思ってたら、あの最終日はバッチリ目が合ってびっくりしちゃった嬉しい。でもじゃないロマンティック歌ってくれて嬉しかったです、制服かわいかった、嬉しい。じゃないロマンティック聞いてほしい、めちゃくちゃ難しかってんこれ、ちょこれ後で返そう思った、めっちゃ難しくて結構一番苦労したんじゃないかなってぐらい。ちなみに振り入れしたのは8月末、あれ早すぎ、8月末に振り入れしてゆきちゃんとね6つってなりながらやってて、踊れるみんなその11期のことを踊ってんけど、11期の子たちに
え、すごくないよな、よく踊れるねみたいな話してて、で本番直前に制服のジャケットを羽織るの忘れてて、ベストだけで出ようとしちゃったのよ。そしたら着替えた後に、ゆうねに直前に「あれ、ちかさんジャケットないですか？」って言われて、え、ジャケットなんてあんの？みたいな言ったら、全然普通に置いてあって、危ない危ない、ギャルなとこだった。すごい、なんていうの、反抗期って言ってダッシュで来ました。危ない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  助かりました。ゆきちゃんサイト、うちわを振ってたのに花道にしかちゃん来た時、謎にかけ話しかけられて笑った。そう、うちわ持ってる人のやつが見かけたら、あ、誰誰だって言って話しかけてました。お騒がせしました。あ、じゃあ感想は土日に撮っておきますって、じゃあ握手会で教えてください。うん、最終日の練り歩き、大声で近くをって呼ぶのを一瞬だけ躊躇したけど、呼んで振り返ってくれたのはめちゃくちゃ嬉しかった。嬉しい、ありがとね、呼んでくれて、むしろ近くまで行けて嬉しかったです。こちらこそ3日間楽しかった。最後のちかちゃんの言葉が全て、行こうったり人でかけることなく、え、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、すごく染みてます、ありがとう。あ、追加した人いるな、この配信中に。優しいから読んであげちゃおっと。最高の3日間でした。リーダースリーショット見ると涙出そうになる。出るとは言ってない。出ろ出ろありがとうございます。このスリーショットも多分本番、おそらくクロスの時は衣装では撮れへんからって言って、カホが撮りましょうって誘ってくれて嬉しかった。このね、コンサート期間になんか仲が深まったというか、仲が深まったじゃないな、難しいな、このか距離が縮まった、関係が深まった、一緒意味っていうのかな、二人のことをよりリスペクトしたし、刺激もらったし、お互い最後の日までリーダーとして一緒に頑張ろうっていう気持ちが強くなったの。もっとなんかライバル、まあ、もちろんライバルっていう関係性ではありつつ、お互いのチームを良くするためになんか話すこともあったし、なんかそうコミュニケーションとってより深い関係性になれた。あ、かっこいい、お互いの気持ちがクロ、キムチって言っちゃった、お互いの気持ちがクロスした、めっちゃそれかな、があってなんかより頑張ろうって思えた瞬間だね。ね、ごめん、キムチが全部邪魔した3日間参戦したけど、ダンスパートの仕上がりが半端なくかっこよかったです。嬉しい、みんなで頑張った甲斐ありました。もうみんなでヘロヘロになりながら、ほぼ毎日踊ってた、あの一連のゾーン。なんか去年のさ、ハンドダンスとはまた別の緊張感があって、カメ子さん画像でめっちゃお腹見えてるのあったけど大丈夫やった？大丈夫じゃないね大丈夫じゃないけど、そういうところもみんな好きって言ってね私本当にさ、よくないのよね、動くとさ、スカートにさ、プニってなっちゃうんですけど、まあ、それも可愛いって思ってください。痩せよ。結論痩せよ、なんですけどね。あれね、花火の衣装もう布なかったもんね。すごいよね。時代っていうのかな。まあ、それも可愛いと思って、皆さん応援してください。乗らないように頑張るので。優しすぎ、みんな、自分から言っちゃいますよ、全然言っちゃうんですけど。
いるのよね、なんかああいう持論ですけど、あ、ちょっと待って、ちょっと一瞬消音にします。あ、お待たせいたしました。すいませんですね。はい、なんだっけな。あ、そうだな。神子の、神子さんの話だな。そう。で、私の持論ね。スカート着た時に、もうキュッて何も乗らない人もいれば乗る人もいるんですよ。これってでも、脂肪なのかはよくわかんない。まあ、脂肪なんだろうけどね。っていうタイプの、乗るタイプの人で、可愛いんです可愛いんですけど、そこを愛してください。なんか不思議、なんか乗らない人ってなんかもうお腹の中はどうなってるんだ、ちゃんと同じ臓器入ってんのかなみたいな心配になる。逆にちょっとこうあってこうあってこう、なんかその臓器がうん、そうスンってなくてすごいのよ。頑張ります。私も。スンってなるので、待っててください。いや、そう、臓器、みたいな。見せてほしい、レントゲン。なんか、中身。でも、それって、何なんだろうね。なんか、一生の不思議。よく一生さんと話してねんけど。なんで、乗らない人って乗らないんですかね。多分、脂肪なの。絶対結論、脂肪なんやと思うけど。だって腹筋を鍛えたとしても違うのよ。まあだから上手にこれからも頑張ります。嬉しい。そうだよ、私いつも細すぎる人になんかお腹の中どうなってんだろうっていつも不思議でしょうがないね。じゃあみんなで解決していきましょう。はい、やめてほしい。友人の神子さんに X に諸事情でアップできない近くあったら見せてもらうわ。絶対に絶対それはあげちゃダメ。それはもうスッて閉じてあわよくば削除してほしい。半目とかね、そういうのもありますし。なんですけど乗るぜって、私もこっちで。なんですけど、神子さんも素敵な写真を撮っていただいてありがとうございます。本当に本当に良くない良くない、みんな良くないよ。独り言。続いて、自分が最後だ。これ自分が出てた中で曲でエモってなった曲ありましたか。ちょっと一回さ、飛ぶわっていうか戻るね。でもの割にさ、私私服とか全然お腹出るのとか着ちゃうしさ、レッスン着とかも出るの着ちゃうんでしょうね、不思議。でもそういうのってわかるやん。あ、こんぐらいのなんかくくり方にしたら、あのお腹が紐だったね、こんぐらいにしたら乗らんなとか、そういうのがあって上手に調節できるんですけど、やっぱ衣装ってなったらさ、少しでもさこうキュッてなりたいわけであって着ますやん。でその着てる時はいいのよ、着てる時はいいねんけど、あのこう動くとさ、わかる、もうどうしても乗っちゃう肉みたいながあるわけですよ。で基本ね、基本やっぱ SK のダンスって踊るじゃないですか。だから
だから乗ってるんだだから乗ってるんだ、うん、そういうことにしよう。まあ、とりあえず結論、結論よ、痩せよ、はいはい、痩せよ。今みんながそうやって圧か、あのさりげない圧をかけてきたので、痩せます痩せます。わ、でもこんなコメントがありますよ。結論は何にしても可愛いから大丈夫。そんなそんな問題じゃない、そんな問題じゃないですよなんか意外と劇場公演って体が慣れるらしくて、なんかカロリーの消費量って少ないらしいよってトレーナーさんに言われた。もうみんながこういうこと言ってきたから、私今日寝る前ウォーキングしよう。でも毎回ね、 S 公演の時みんなでね、体幹ずっとやってるよ。約2年間ずっとやってんだよ毎回。でも腹筋ね、あとちょっとで、なんか本当にもっともっともうちょっと頑張れば出そうな雰囲気はあるんですよ。私はいるなーもあるんですけど、あとちょっとが出てこないんですよね。なんかかくれんぼしてる。もういいかいっていうたびにまだだよって言われる何の話しと。ということで、あ、遅い時間だからウォーキングダメよって優しい、気をつけます。で、戻ると曲が何がエモかったか。結構ダーティーかもだな。でも僕は知っているもエモかったな。重ねたシャドウでずっとやってたのもあるし、ダーティーかな、やっぱり。出てない曲心の端のソファー好きやねん。初めて劇場公演を見に行った時がリセット公演で、当時アンナさんと中西さんとミキさんが歌ってて、めちゃくちゃ MC が面白くて、その当時の MC の内容今でも覚えてんねんけど、確か消費税が増税することに対してアンナさんが、あーやばい高くなるから早く買わなきゃみたいな言ってたのをめっちゃ覚えてて、でそれをクマさんが6期生がリーダーでやった時の劇場公演で、クマさんが同期ドライチの3人で心の端のソファーをやらせてもらったっていうのもあったから、結構心の端のソファーがエモかったな。歌ってないけど聞いてて、生バンドでよりうわーめっちゃ素敵だなって思ってっていうのを覚えてるかな。っていうのもあって心の下そばかな。ふんふんって言いたくて、めっちゃ音痴今のふんふんだから今声低い、ふんふんってところを言いたいってずっとゆきちゃんに言ってて、変わってってずっとリハーサル言っててんけど、本番はおとなしくしました。ピスタチオのパートを歌いました。待って、心の下のそばかな。We are growing up も好きだったな。私結構好きある曲。僕らはもう子供じゃないんだ。結構ねこのコンサートでね、好きな曲がめっちゃ改めて、あ、いい曲だなって思ったのがいっぱいあって、今度ちょっとストーリーにあげよう、みんなに聞いてもらおう。万華鏡もいいよね。制服の目出た時に万華鏡歌ってんけど好き。
なんか SKE だけでこんなに名曲があるって思うとさ、全48グループにはどんだけ名曲があるんやと思って、やっぱり秋元先生ってすごいなって思うな。披露できなかった曲でやりたかったの、心なしのソファーと、あと虫バラもやりたかったなって思ったし、逆上がりも良かったな。ホライズンも好きだしね。あ、彼女がいる。でも彼女がいるは周年公演でも歌えたから、ちょっと今記憶が薄まってたけど、彼女がいるもいるよね。ね、放課後レースはね、私も歌おうと思ってたけど、あえての歌わんかったね。ねえ、制服の目公演もね、また出る確率高いと思うので待っててください。天使の尻尾やりたい。あの尻尾を振って踊りたい。こう、あ、そう、本当は私ダーティーのところをダーティーじゃなくて消せない炎っていう案も一人で考えてた。あの消せない炎大好きなんです私。ちなみにやっぱいい曲いっぱいだね。止まらんわ話すと。ということで、改めて後でブログを上げるので待っててください。今ちょっと公式ブログにログインできない状態でして、待っててください。あ、もうね、11時過ぎてるやん、語りすぎ。待っててね。では今日はそろそろ終わります。ありがとう、見に来てくれてみんな。おやすみなさい。まだ週の半分、あと少し頑張ろうね。ありがとう、見に来てくれて。バイバーイ。あ、握手会とトーク会がね、残りわずかになってきてるみたいなので、みんなお待ちしています。あ、そうだそうだそうだ、ちょっと待って待って待って。違うじゃん。告知をしてバイバイしようねって話だったんじゃん。まず、ちょっと待ってね、もうちょっと待ってね。10月待って合ってるか、怖くなってきた。なんか私本当にフライングしてなんかネタバレしそうだから。あ、そう、10月26日にゆうねと一緒に高齢者交通安全啓発ミニイベントに春日井で出演させてもらえるので、出演春日井の方でお邪魔させていただくので、見に来れるのかな、みんなも多分。うん、ぜひ覗きに来てください。あと11月が2日が FC 岐阜の、スタジアムライブに久しぶりにお邪魔いたしますので、呼んでもらったのでぜひ来てください。で、その次の日が11月3日日曜日が夏ライブ、心斎橋パルコでもぐもぐちかちゃんスイーツ作るので、ぜひ。もうすぐ一般受付が始まるので、申し込みか、もうゴールド会員の人は始まってるのかな、やねんけど、そっちもみんな土日なのでいっぱい来てね、遊びに来てください。私が作ったスイーツが食べれるかもなので食べに来てください。美味しい時間を過ごしに。19日からか、一般申し込みで11月、あぶねー、何がって話ですよね。危ない危ない。11月16日土曜日に、またまたまたなんとですね、
アイスホッケー、この前見に行かせていただいた名古屋オルクス対東京ワイルズのアイスホッケーのトークイベントに、君江とあゆかと中坂のみゆちゃんと3人で、私含めて4人でお邪魔するので、場所がそれね、外資アリーナであるので、ぜひ見に応援に来てくださいかな。今のところ発表されてるものは、お邪魔するのでちょっと予定がいっぱいですけど、あと握手会トーク会もあったりとするんですけど、皆さん駆けつけに来てください、応援に。自分の誕生日は、誕生日も言わせてもらっていいですか。11月19日にお誕生日です。あ、ファンクラブ会員限定生写真のロイヤルドレスのオフショットもあったら欲しかったり、ああるよ、あげますね。結構おすすめ、私好き、あのドレス着てんけど可愛いドレスだったのでちょっとあげますね。11月19日は特に今のところなんもないんですけど、私個人的としてはやっぱりあのお仕事があった方が嬉しいので、何かあったらね、何があったら、あ、やっぱりそうよね。ちょっと待って、私もね、一日さ、予定、あ、この日あったよなっていう日があってんけどさ、もうそれ誰にも言われんくて、ちょっと待ってください。スケジュール確認させてくださいね。ネタバレしちゃうのでね、私本当によく。あれ？あ、発表されてないわ。発表されてませんので、また待っててください。とりあえず皆さん、また予定をどこかでアップすると思うので、ひっつき無視してくださいありがとうございました。おやすみ、バイバイ。また告知します。遅くに見に来てくれてどうもありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。あ、タイのお話はまた今度どんどん伸びてくバイバーイ。